だ。リツキ、行きましょう。ああ今まだご飯の時間じゃない。あっちゃんおはよう。うん、お前たちなんか見ないうちに仲間増えたな。朝から妖怪おこの死因怪しいな。何者だ。さかみ、はるやだ。あはは、はるやさ、こっちはボムちゃん。なに、朝ごはんの時間じゃないよ。まだ違うでしょ。時間見てみ、11時になってない。ああやばい、バルバルタイム始まっちゃったし。待って、次ゲーム始めたいんだけど。なに、なに、敵だって。ねえ、いつき、それより武道会の話。ああ、じゃあね、ボブちゃんも。ゲームの邪魔をするんですか、君は。ああ、しかも場所まで取るの、あなた。そうだった、まずいことになってきたぞ。円幕道会の開催日までもう時間がないんだ。ああ私たち何度も円幕誘導に行ってるのに、ちょっとも円幕様に会わせてもらえないの。あっ、レイちゃんいらっしゃい。そのことなら心配ないよ。これから円幕大王に直接お願いしに行こう。あ、円幕様に会うんだ今日。お前話聞いたか。俺たち何度も頼みに行ってるんだ。よし、いいからいいから、さあもう一度円幕で行くよ。タカちゃんおはよう、寝るみんな、なんでみんな親父ギャグみたいになっちゃってヘロー。いいな、今朝だったら全然頭回らないわ。おはようね。モブ妖怪が襲ってくる。今日は朝方にこのゲームをして、お昼にボムちゃんと晴れたらデート配信しよう。ね、ボム。ちょっと朝からフレッシュじゃない、フレッシュじゃない、ヨボヨボの親父ゲーム。
そういう大会出させてくれるから。でかい。オッケー。下げましょう。これでどう？あ、入力。なんかね、ゲームの機械からやらなくちゃいけない、スイッチだと。難しいんですね。これでどうだろう。声がちょっと小さい。もうちょっと。なんかね、声がね、マイクがボロすぎて、マイク腐ってる。新しく買ったんやけど、でかくすると声張るんだよね。なんか普通な感じだな。はあ。クロニが門を開いた時知らせがあった。まさか人間の子供が入り込むと。おい、ここはいたずらで入って良い場所ではない。即刻立ち去るがいい。え、そんなぬらりひょんのおかげでここまで来たのに。いや、シンク、この時代にぬらりさんは僕たちの主体なんだよ。そうだった、見た目が主だから。ついに、ああ、俺たちはエンマ武道会に出場するために来たんだ。エンマ大王様と話させてもらおうか。ならん。な、人間があの大会に参加するだと。そのようなことは許されておらんぞ。待て、ぬらり。大王様、この者たちの腕にあるのは妖怪ウォッチを引き出す力。ん、魔導鏡。魔導鏡なんか持ってる。ぬらりよ、ただ悪ふざけてここまで来たとは思え。この者たちの話を聞いてみようではないか。は、話がわかるやつだ。良いにございます。
エンマ大王様、俺たち家族は妖怪の魂に奪われちゃったんだ。何？妖怪に魂を。ああ。そうさ、そいつが武道会で次のエンマ大王になろうとしている。玉物前のが白状したぞ。俺たちはそいつをぶっ倒して姉ちゃんたちの魂を取り返すんだ。ねえ。それに俺たちももう一つここに来た理由があってさ。はい。ええ、エンマ武道会の日に生まれるという次のエンマ様を私たちは救いに来たんです。奪われた魂を取り戻すため、そして次のエンマを救うため。なるほど。なるほど、承知した。もういいの？嘘かもしれない。お前たち、エンマ武道会の出動を認めよう。やったー。本当にありがとう、エンマ様。ただし一つ条件がある。このエンマ武道会の本来の強き妖怪がのみが選ばれ、出場資格を得る者。したがって人間であるお前たちはエンマ魔導鏡で挑戦者として核と示さればいいならん。何それ？魔導鏡の核。なるほど。妖怪ウォッチのランクのことだな。おままのところで上げれるだけ上げておこうぜ。ああ、これでようやく奴に近づくチャンスが来た。 S ランクになれる、うん、ところで魔導鏡を身につけた、古来よ、お前たちの一団の名前は何と申すの？ナビシン、ありがとう。ああ、俺たちは人間界と妖魔界の平和を守るための仲間、妖怪探偵団です。なるほど。妖怪探偵団と。分かった。その場で武道会に挑むがよかろう。おい、武道会には開催待ちから早々に準備を進めておくのよ。ああ、よし、今日はみんな俺の家で休もうぜ。作戦会議やっておかないとな。いつもお団子ありがとう、ナビシン。コツ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 、ありがたいね。大王様、本当によろしいですか？大王様、あのような怪しいものらをエンマ武道会に出すのは。ぬらりよ。このエンマ武道会、私はただ強き者に王位を渡すつもりはない。本当の力というものはどういうものなのか、それを知る者こそ王位を得るべきだ。はい。次のエンマ様を救う、あの者たちはその力を知っている。さてな。だがこの戦いが始まれば自然に分かることである。あの者たちは大いなる力をついておる。我らの運命を変えるほどの何かがな。分かっておられるな、君は。こんぐらいかな。よいしょ。あ、あ、あ、いいね。いい感じ？オッケー。マイク調節スイッチめっちゃむずいんよね、本当に。こいつ欲しい。こいつ。ブリー隊長。ガシャコインの場所からに行くか。よきよき。なんかね、マイクを本体の機械の音量調節で調節して、OBS でなおかつ、やり込まなきゃいけないというね。微妙な調節がいるんだよ。でかすぎるとハウルしね。難しい。
あとテレビの音量も関係するからテレビの音量とゲーム機の音量と OBS の音響を整えないと配信がゴミゴミになっちゃうむずいんですね。さて、妖怪ウォッチを S ランクにしてもらおうじゃないの、おばあさん。うん、お主らの妖怪ウォッチはしっかり集めておるか。妖怪の強化も大事じゃからの。あれあれ、おばば、あれどうなってる。そう、めんどくさい、3つもしなきゃいけない。あ、まさか。あー、そういう感じね。了解した。あれだ、あいつの、いつきの家に行かなきゃいけない。いつきの豪邸に行くか。ヘローたかしろてい。あと、ちなみにこのマイクの、あの、近づけたり遠ざけ方とかもね、必要になってくる。あの、これマジで面倒くさい、このスイッチ。ブレスだと簡単なんだけどね。おいっす。あ、妖怪ウォッチのランク上げもできたし、これで閻魔武道会に出場資格はバッチリだな。大会までもうすぐだし、今日はそろそろ休んでおくか。ウスタのやつ、俺たちが武道会に出るって聞いてごちそう作るって言ってたら、ウスとの愛情スペシャルディラーだって。いっぱい食って力をつけとこうぜ。ふう、満腹だ。閻魔武道会に向けて気力がモリモリ湧いてきたぜ。ありがとうございます。マウスン。お坊ちゃまとお嬢様たち、それぞれお部屋をご用意いたしました。ありがとう。ケイちゃん、タイちゃん、一緒に寝よう。みんなと一緒に寝るのってなんかドキドキするかも。ユリプレイだな。眠くなるまでいろいろおしゃべりしようね。電気つけよう。ほら、あ、さ、俺たちも早く寝ようぜ。ん、どうしたのトーマ。いや、坂見くんどこ行ったんだろう。そういえばご飯食べに来てなかったね。なんか遠慮してたのかな。うん、僕ちょっと外探してくる。みんなは先に休んでて。うーん、まったく何してんだろうな。遅いし、外出るなら気をつけてな。ありがとう。うん、ありがとう。行ってくるよ。誰もなんか俺もついていくよみたいな感じにしないのかい。やべえ、こいつ防御力ないやつじゃん。どこ行ったんだあいつは。ここか。しかも3人で寝る気かこいつら。後ろか。かりんちゃん、お茶ありがとう。 Thank you, thank you。とっ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 と、おったおった。まあちょっとアイテムを取るじゃないか。ほい、ミュージックカードかいらねえな。坂見くん、ここにいたんだ。月並みトーマか。ねえ、それ、アシラ五円丸だよね。ああ、同血のな。空なきがを蘇らせる鍵とは皮肉なものだ。うん、でも閻魔武道会に行けば空なきを倒す手がかりが見つかるかもしれない。これから何が起こるかわからないけど、力を合わせて空なきに立ち向かおう。おい、お前の力を頼るつもりはない。いざとなったら、この俺がこの剣で剣舞魔人アシュラを呼べばいいんだからな。なんだ、坂見くんが剣舞魔人を。うん、何を驚いている。お前にできて俺にできない理由はない。そうなん
ドエムちゃんおはよう、おやすみ。早っ。この鬼族の肉体の血を妖精剣に捧げれば、俺の身にもアシュラが憑依するの。お前がウォッチに妖精剣を刺すのと同じ仕組みさ。だが憑依の力はさらに強くなる。血と肉を捧げ、限界を超えた力で俺はソラナキを倒す。妖精。でもそんなことをしたら君だって無事じゃ済まないはずだ。俺は、俺の体などどうなってもいい。姫を裏切った俺の罪はこの命でしか償えないのかな。ふざけるな。いいところで感じまった。自分の命を捨ててもいいっていうのか。そんなこと夏目は望まない。四天王寺、君は間違っている。君がどうしてもアシュラを憑依させるつもりなら、僕は全力で君を止める。許さない。君の命をそんなことには使わない。ならばこの剣をかけて勝負だ。マジかよ、やめてよ。イリシエの鬼族の血を継ぐアッキナリ、さあお前の覚悟を見せてみろ。またこいつとバトルかよ。もうやだよ、もうほんと怠慢嫌なんですけど。またおにぎりなくなるじゃん。いや、得意非苦手なし。苦手なものないのこいつ。はあ、おっと、へい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 、これ強え。やめろやめろやめろ、あぶれ。ギャッコ、ありがとう。強え。勝ったなり。あいつ死ぬほど弱くなったな。これで終わりだ、坂見くん。少しはやるじゃないか。フルボッコやないか。だがまだまだ嘘でしょ。俺は言ったはずだ。俺は全てを捧げ罪を償うと。止められないのか。我が血が、我が体を捧げアシュラをここに降臨させん。憑依剣舞魔人アシュラ、我に力を。マジか。うおうおじゃないって。ちょっと待って、え、何？いい位置だね。ちょっとブスになってない？鬼族のアンちゃんが俺を呼ぶとはな。自分の血を使うために無茶をしやがる。あなたは？お初に目にかかるね。俺がアシュラのご縁丸、剣舞魔人アシュラだ。へえ、これがあいつの決意と覚悟か。いいぜ、受け止めてやる。俺がバニーよ。妖精剣を携えし者よ。この剣舞魔人アシュラの力を示せ。お前に資格があるならば、俺を超えて、その手で掴んでみやがれ。
坂見くん、君は。剣を構えな。ダチ公の決心の覚悟、無駄にするんじゃねえ。え、死んだの。君の覚悟、受け止める。マジか。連続か。あかねちゃんいらっしゃい。マジ？行くぞ、アスラ。ひょいー。た、来たよ、どうしよう。頑張ろうね。いいね。なるべくこっちだな。さっき調布使っちゃったよ。やめる。おお、あぶれ、あぶれ、やめろ、みんな死ぬなよ絶対。チャー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 、痛い痛い、ここまで届くの。マジピと、ゴエモン、おっと、おっと、近づいたら死ぬな。痛い痛い痛い、トーマ頑張れ。みやこちゃんいらっしゃい。おはよう。やばい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 。やばいやばい、ピオルナ頼む頼む、うん、あいつずるくね。ちょ待って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 、ピオルナピオルナ、お願いお願い、終わった。いけ、押せ押せ押せ、ナイス。やるじゃねえ。高くありがとう、団子ありがとう。コンプリート。あっぶねえ。つえ。トーマ、防御力ないんだから。いや、ギリギリなんだけど、あっぶな。ふぅ、お前の力、見せてもらったぜ。月並みトーマ。俺はお前を新たな力の使い手と認める。あ、我が力封印を解き放し、真の使い手に宿さん、いでよ、アシュラ五円丸。また遠間強くなった。アシュラ五円丸、俺が受け継ぐ。ありがとう、坂見くん。じゃあラトーマ、鬼族のあんちゃんもよろしくな。あれ、生きてんじゃん坂見くん。死に損ねたか俺は。なんて無茶をしたんだ君は。アシュラの力をお前に譲るにはこれしか方法がなかった。お前に譲るにはそれしか方法がなかった。え、そうなの、くれそうになったの。その剣を使いこなしてみろ、月並みトーマ。俺の憑依消化を打ち破ったお前ならば、アシュラの力を極限まで高められるはずだ。さあ、俺の役目はこれで。立てよ、坂見くん。悪いけど、ここで、お前はおしまいだ。なんて僕は絶対言わない。ねえ。姫を守るんだろ？もっと強くなって、一緒に夏目を守ろう。当然だ、お前に命令されるまでもない。可愛くないね。可愛くないね、あいつ。感動的なシーンなのに。ふぅ、気持ちのいい朝だぜ。朝ごはんもいっぱい食ったし、準備満タンだな。
しかしお前らもいろいろあったんだな。うん。未来のエンマ様がいなくなっちゃうなんて、私たちも何とかする方法を探すからね。ありがとうみんな。世界も守ってみんなの魂も助けるか。こいつが忙しくなりそうだな。力を合わせれば何とかなる。みんなで一緒に頑張りましょう。よし。そろそろエンマ武道会に向かおうとしようぜ。ハルヤが来てないな。やれやれ。昨日俺たちの部屋にも来なかったもんな。ところで何をしてるんだが。なんだこいつ。お前らに呼ばれて出てやったのだ。少しはありがたく思え。ちょっと。急に出てきたらみんなびっくりするでしょ。こいつが先に。ハルヤ、どう見ても妖怪だろ。申し訳ございません姫、今後参上するときはくれぐれも気をつけます。はあ、本当にハルヤなのかよ。とにかくみんな揃ったし、そろそろ行こっか。お前らのペースに付き合う気はないが、力が必要なら勝手に呼びな。変な坂見くんだけど元気になったみたいし、よかったな。地震来そう。なんでなんで。トーマ、昨日あいつと何を話したんだ。別に特別なこと何も、一緒に頑張ろうって話しただけさ。さ、僕らもエンマ武道会に急ごう。強いのいるかな。ああ、地震が来そうな予感ってこと。嘘、揺れてる。でも貧乏ゆすりしてるからそれかと思っちゃった。坂見くん、鬼の手いらないな別に。でも物理攻撃をダウンとかいらないか。いや、妖術攻撃を放ち、ああこれいいかもな、これつけと。貧乏ゆすりやめなさい。わしの貧乏ゆすりのせいでみんな揺れてた。まさか。ペローじゃあ今武道会に行きましょうか。近くで工事してるかもしれない。そういうこと。ハゲハゲるいちゃん、おはよう。そういうことね。あれ、あっちか。ティモの家の近くもね、毎日工事してるんだよね。まあ曇りの日はしないと思うんだけど、結構うっさい。どなのが待ちわびてるかな。俺顔面工事するかなとか言って、じゃあ生田斗真に変身してきて。生田斗真か福士蒼汰か。小池徹平でよろしく。
わかった。わかった。素直でよろしいとか。閻魔武道会。ヘロー。オッケー。ワープができるようにしてここで回復させて。ニコピンおはよう。見て見て、この S ランク3体も S ランクいるんだけど。 S ランク3体よ。余裕のよっちゃんでしょ。あ、こいつやばくね。めっちゃチンチン。おおおお、腰振りよった。ルッキー様、おはよう。名前変えた？とうとうここまで来たか。なんか緊張してきたな。変態仮面すぎ。皆の者。静まるがよい。これより閻魔武道会の開演式を行う。開会式。開会式にあたり妖怪を滑る王、閻魔大王様からのお言葉を頂戴する。全ての妖怪。あ、別赤だよね。両すべての妖怪たちをついに新たなる大王を決める日がやってきた。この閻魔武道会に勝ち抜いた最も強き者に私は閻魔大王の名を継がせる。ただし、ただ力を強き者だけが王の資格を得ることはなら限らぬ。仲間の傷を癒す者、戦略で仲間を動かす者、そうした才能でもまた皆を導くことができるだろう。さあ。よって今回は武道会、団体による出場を許可する。仲間と力を合わせ、この戦いに挑むがよい。お昼はほぼ毎日毎度、あ、いや、偉いね。全然いいよ。ただ単にこれを早くやりたいだけだから。本当の力とは何か、それをどう使うべきなのか、すべての妖怪の頂点に立つ王として答えを見出すのか。それでは、ボムちゃん寝てるよ。閻魔武道会を開催する。みんなの健闘を祈るぞ。ウィーウィーな、誰だ。仲間と力を合わせるだと。随分と甘くなったものだな、閻魔大王。次の閻魔大王の座につくのはこの私だ。何者にも邪魔はさせぬ。ボムちゃんはお昼からお散歩の予定なので今は寝てます。おし、いよいよ予選が始まる。みんな気合い入れていこうぜ。ねえ、係の人から聞いたんだけど、予選って休憩なしの3連戦らしいよ。そんなに一気に戦うの？大変だ。しっかり準備しないと。ほう、見た感じそんな強そうなやついない。見るからに強そうなやつばかりだもんな。装備とか必要なものを見直しておこうぜ。うん。準備が済んだら受付に行こう。大丈夫。僕たちならきっとやるさ。やるです。ろれつが回らん。受付嬢、あいつ？よ、一回話が飛ばすのめんどくさいからここでセーブをして。はい、あらパパ。ちょっと待って待って、ちょっと待って万全にしたい。これセーブしたかっただけ。あ、ちょ何してる。こっち、やっとさ、財布が潤うぜ、とか言って。あ、ボムじゃなくて、キリボッチャン。キリボッチャンは仕事行ったよ。お仕事だよ。はーい、さ、行くか。閻魔武道会。はい。行くぜ、3連覇行けるかな。さあ、始まりました。閻魔武道会、東ブロック予選。1回戦はこちらの組み合わせ。人間と妖怪、平和を守る魔導鏡使いから
使い手たち妖怪探偵団と暑い系寒い系の温度系妖怪をついに統一、幻魔将軍率いる暑寒統一軍の戦いです。予選なんかで負けるわけにはいかないわ。気合い入れていくわよ。メラメラ。いや余裕だなこいつら。真ん中のちょっとでかいやつが気になるけど。行くぜ。バトルスタート。行くよ。激弱やない。弱嘘やん。めちゃめちゃ弱いじゃん。余裕やん。いやこれ勝てるわ。これサボってるから配信見ててごめんね。いや逆にありがたい。逆にありがたいよ。寂しいからね。やっぱ少ないと。予選1回戦は妖怪探偵団の勝利です。ウィーヒーヒー、余裕だわ。お次の予選2戦は妖怪探偵団と同じく1回戦と勝ち上がったチームは、あーここはちょっと強そうだな。妖怪たちのエリートと呼ばれる彼らの登場です。年寄りのわしは頑張れないんじゃとか言って、レイジおはよう。ティモシン、やはりお前たちも来てたのか。やれやれ。もったいないな。彼らと戦う時はこんなに早く来てしまうとは。いずれぶつかり合う運命だった。その時はほんの少し早まっただけの。妖怪探偵団いざ勝負。オッケー、まあ余裕でしょ。レイジーじゃからとか言っていつの間にジジイに降臨したの。ありがとうニコピー、心の支えじゃ。これにしよう。こいつ使ってるよ。アシュラ、アシュラ、アシュラ参上。すげえ。強余裕や。オロチとキュービーヘボすぎて。ヘボすぎて力になら、相手になら。なんと、ついに来ました東ブロックの予選最終戦。絶好調の妖怪探偵団と戦うチームは、おお、クローリ率いる地獄の門番図、泣く子も黙る鉄壁の鬼軍団。強いのかな。クローン、あかん、アオン。さあ、オッケー、じゃあ頑張ろう。ならば攻撃範囲が広いやつがいいな。ちょっと強そう。やるしかないな。余裕すぎる、余裕すぎるんだが、絶好調すぎるわ。
趣旨。あ、牛タンゲットした。だいたい寝てるとか。みんな予選突破おめでとう。ありがとう。ありがとう。タエ、次の3戦、え、次も連戦だって。しっかり準備したいとな。舞踏会今のところ順調だ。だけど俺たちの目的はエンマになることじゃねえ。俺はお姉ちゃんたちの魂を奪った妖怪をエンマ舞踏会で絶対に探すんだ。あ、そういうことね。3戦3戦3戦だけどもっと強いの出てくるってことか。なるほどね。申し訳ありません。そこらの妖怪を脅して聞いたのですが、大体情報は得られず、不甲斐な限りです。誰だお前は。ちょっと。そういうことしなくていいから。ひ、お前たち、どうしてこんなところに。What's this? あ、お前。たまも。たまも。こんなところに何してるのか。また、悪い妖怪に魂運んでいたのか。やばい、くしゃみ出そう。あ、そんなことを言えるわけがないだろう。あぶね、くしゃみが。くそ。逃げ足の速い奴め、みんなで追いかけるぞ。行きましょう。奴は人間にもなりすませる化け狐です。姫、くれぐれもご注意を。まあでも毎回セーブできるんであれば。簡単でしょ。よ。回復して、セーブしといて、んでもって、あいつどこ行った?たまも追いかけよう。たまもどこ行ったよ。パパン、パン。この辺にいるな。はい、広っ。じゃねえな。どれだ。これか。にほ。いや、上にいるみたい。この扉の中が怪しいな。この中にいるか、たまも。メラメライオン。違う、やめろ。やめろ、くんな。くんなよ。あれ?閉まってる、嘘。メンディー。
追撃。いい感じだ。よし、ミッションコンプリート。よしよし。ここの扉じゃない、どこだ。人間にも化ける妖怪だぞっつってたから、ここじゃないか。あの女、妖怪ウォッチです。ちょっと照らしてみ。やっぱり。たまも。一度見破られたくせにまた同じ姿かよ。バレバレだっつーの。つか連中だね。お前たちと話すことなんて一つもないよ。お前。その気がなくても言わせてやる。おとなしく魂を送って妖怪のことを教えるんだ。私だって命は惜しいのだ。そんなことを教えられるわけがない。俺たちは閻魔武道館に出てそいつを探している。お前がさ、話してくれさえすればそれでいいの。え、お前たち、閻魔武道館に出動しているのか？こいつは傑作だ。真正面からあの方と倒されに行くなんて、ここまでアホだとは思わなかったぞ。ふざけるな。俺たちがそいつに負けるというでも言うのか。そうに決まってるさ。そういうことなら教えてやろうかね。あの方とは閻魔大王様の実の息子さ。その名も え、そんな私の体が嘘、玉もが試しになっちゃった。ヘラのやつめ、勝手がすぎるぞ。お願いです。どうか命だけはお助けを。あなた様を裏切るつもりはみじんもございません。無様なやつめ、こんな姿になっても命乞いか。お前の命は主である私のものだ。うぃーん。たまもの主だって？ってことはこいつが、真のお母さんやいつきのお姉さんの魂を奪った妖怪。私のことをこそこそと嗅ぎ回っておきながら、名前も知らんとは、惨めな連中だ。ブスだな。我が名は支援。閻魔武道会の覇者となり、次の閻魔となるものだ。お前。支援、お前が姉ちゃんたちを。大王が出動を許したということは、貴様らが人間ごときは妖怪に、妖魔界に何をしに来た。俺たちはお前と戦うために来たんだ。姉ちゃんやみんなの魂を返してもらうぜ。愚かな。人間の魂が、閻魔座よりも、重要だというのか。何がその何がおかしい。短い命を無駄にあがいて生きるより、私の力になる方がよほど役に立つだろう。ふざけるな。俺たちの命は俺たちのものだ。お前なんかの好きにはさせない。やはり人間という生き物は浅やかだ。浅はかな考えだ。決勝まで勝ち上がってこい。この支援が新たな閻魔としてお前たちの裁きを砕く。あ、なんか強そうだな。あんなのが閻魔大王になるって？まるで自分が王様だって言ってるみたいだった。支援、絶対倒してみせる。みんな、苦しい戦いになるかもしれないけど、俺たちに力を貸してくれ。強いかな。さあ、見た目でね、やっぱ負けてはダメだよね。見た目で押されてはダメ。
勝たねばならぬ。でも強いて40レベルだけどね、そろそろいけるべ。さあ出場を頼もう。ほい。さあ閻魔武道会もついに本戦突入となりました。これより始まる準々決勝、これらの組み合わせ、人間界からやってきた閻魔大王様候補、魔導教の使いたち、妖怪探偵団と、ああ弱い弱い、いいか、弱い弱い君たち。大丈夫大丈夫。さあ行くぞ、天下一武道会みたいな。これは勝てるっしょ。行くよ。はっはっ、お待ちよ。そりゃあやれやれ、足止めしてくれ。HP がやばいな。なんと！ん？マスターニャーダ率いるニャンベンジャーズ？これ強いのかな、弱そうだけど。さあ マスターニャーダがどれぐらいの力かわからん。やるしかないね。強い。うん。青、これ見て。やべ、来るな、来るな。待て、おかしいぞ。ドローンを入れよう。
せ。よし、はあ、だから発奮だ。危ない危ない、死んじゃう。いよいよ次に支援と挑む時が来たな。お前たちの言っていた次のエンマを救う手がかりも早く見つけられるといいんだが。ああ、でも今は支援を倒すことに集中しよう。この一戦はお前たちのためにでもあるんだ。ありがとう。お前たち、支援を倒してみんなの魂を取り戻そう。ウィス、ちょっとよろしいでしょうか。なんじゃ、まあ、この戦い皆さんが無事に優勝したとして誰か一人は妖魔界にとどまる必要があるのでは。だってこれ閻魔武道会ですからね。優勝したら大王様にならなきゃダメなんですよ。そういえばそういう大会だった。え、でも誰が閻魔になるの。皆さんは世界を救うのにお忙しいですし、ここは一つ私が閻魔になりましょう。そらないだろう。だってウィスパーもリモの執事じゃん。ウィス？それはそうですけど、こんな時に限ってその話します？うちのウスタによく似てるもんな。大王っていうよりも執事の方が似合ってるぜ。こいつただなりたかっただけだ。よし、俺がエンマになってやる。マジで、お前ウォッチの力もないのに。そんな、いつき本気なの。ああ、俺だってエンマになって支援や空泣きみたいな悪い妖怪をきっちり成敗してやる。それに未来に決まっちゃったエンマを救う方法もきっと見つけ出してやるさ。いつきくん、頑張ってくれよ。お前たちは俺の希望だ。うん、私たちも精一杯応援するからね。いつき耐え、閻魔武道会に絶対優勝してみせる。よし。セーブ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 。セーブセーブセーブ。でも、一回一回セーブさせてくれるんだ。優しいな。あれ？待って、一匹足りないんだけど。どういうことだ。私の S ランクが一匹いないぞ。主典童子何をしている。お前サボってんじゃねえよ。さっきから一匹いないなと思ったら主典童子がいないじゃん。あぶねえあぶねえ。なんであいつメンバーから抜け取ったんや。ふざけんな。よし、行くぞ。よし、次はどこだ。こいつか。オッケーオッケー。支援様、行くぞ。支援、お前を倒して絶対母ちゃんを取り返す。ゾロゾロと頭数は多い奴らも、よほど私の魂を奪われたらしいな。仲間の力とやらで勝ち残ったかもしれんが、私の前ではそんなものは無力。大ちゃんおはよう。閻魔大王となる者はこの世でただ一人、それはこの私だ。ケイ、ここまで来たよ。こいつなんだろうな、何属性が来たんだ。支援ってなきゃあって水属性だって。水みんな白虎アシュラ白虎水、こいつか。玄武、
はは、はいや、防御力強は、はは、あーちょっと待って何が起きる？全然倒せる流れだった。全く口ほどにもない連中だ。なぜ私を倒せると思ったかの理解に苦しむ。嘘やん。いや全然勝ってたやん。家族の魂を取り返しに来たのだったな。さぞ悔しかろう、無念であろう。だが安心するがいい。お前たちの魂も我が身を喜んでやる。ギョギョ。さあ泣くがいい、叫ぶがいい。その失意の心が私を強くする。支援、もうよせ支援。邪魔をするなエンマ、ここはこの武道会の勝者だ。お、ん？大王の座にふさわしき力の野心も持たぬこの人間どもを殺すことも何が悪いのだ。そうではない。お前はまだ自分の愚かさに気づかぬのか。この閻魔武道会で何を見てきたのか。他者から奪った魂が自らの力だと、そのような考えでは真の王にはなれぬ。大王、王の資格がないなら貴様の方だ。大王の座にしがみつく老いぼれめ。なんと支援よ、力で民を支配するのは新たな力によって倒される。真の王とは皆の力を自らの力にできるものなのだ。だから私は奴らの力を集めた。最強の存在となり王座を得るために。愚か者が、笑わせるな。今のお前は血塗られた力に溺れた愚か者だ。息子よ、真の王とは何であるか、再び答えを求めよ。エンマ、黙れ。この語へ、この語に及んで私を認めるか、口の減らない年寄りが。大王様が、え、一撃？一撃？自分が何をしたのか分かっているのか。お前、人間とか妖怪とか関係ない。お前が王になるなんてこの俺が認めねえ。小魚、真の王とは私のことだ。エーマのことでもお前たちのことでもない。消え失せろ。あれ、あれ最強？どういうことだ？なんだと？いつけ！そっか、思い出しちまった。俺もう死んでたんだ。なぬ？姉ちゃんが死んだある日、俺はビルから飛び降りて姉ちゃんを助けようとした。そのまま一緒に落ちて死んじまったんだ。そうか。姉ちゃんは卵の前に魂を奪われたけど、俺はついていかれずそのまま死んでった。でも今まではピンピンしてたじゃないか。いや、俺は死んだ後くくり姫という縁結びの妖怪に会って命を貸してもらったの。命を？そう、この世にいる間に俺が運命の相手に出会える条件にした。この世にとどまることを許してもらったの。俺は不思議な力に守られている。似たような奴らに出会うかもしれない。ジョジョや、すっかり忘れちまったけど、あれはお前たちのことだったんだな。そんな、イツキが死んでたなんて。そうだな、驚かせちまったな。けどさ、こんなに姿になったおかげか不思議と力がみなぐってくるんだ。いまいましい。人間に命を貸し与えるなどくだらぬことをする妖怪もいるものだ。だが貴様は所詮ちっぽけな人間の霊に過ぎん。
え？それはどうかな。いつき腕に妖怪ウォッチ。妖怪ウォッチエルだ。ジンだ。なんだと？なんだと？スーパーマリオちゃんおはよう。いつきくんが新しい妖怪ウォッチ使い。そういうことみたいだね。みんな待たせちまったな。我と共に戦う力を降臨。待て、弱そう。弱そう。おお、おお、おお、すごい、強そう。強そうやん。いや、そこそが真のわからない。はるばと、おら、よしくれ。ああ、こっち来んな、こっち来んな。お前の攻撃範囲でかい。行け。は？待て待て。俺の出番か。おにぎり、キリン。こいつを使うか。母ちゃまおはよう。てか余裕じゃないもん。1213円めっちゃもらえた。わーい。てかクソ強いじゃん、うちの妖怪。みんなの魂を返すんだ。まだまだこの程度、私には負けぬ。うっくろー。なんなのあれ。なんと支援を、支援よ、とうとう醜い、え、憎しみに飲まれてしまったか。支援様の身から溢れ出てるのは人間や妖怪の恨みの絶望に満ちた魂。そのようなものが力を利用していただいて、え、利用したせいで今度は支援、ま、自身魂が飲み込まれたのだ。そんな、母ちゃんやいつきの姉ちゃんの魂は憎悪の渦の中で他の霊魂と入り混じり、死よりも耐え難い苦しみに蝕まれている。くそ。そんな、ここまで来たっていうのになんでこんなことになっちまったんだよ。お前、掃除、外掃除してる。姉ちゃん、俺はどうしたらいいんだ。平和の音楽が、シン、そしてイツキよ、ああなった以上囚われた魂を救う方法は一つだけ。死への中に眠る良き心を呼び覚ますこと。そうしなくては他の者の魂は改装される。しかし大王様、あの憎悪の渦はどんな生命も飲み込んでしまうのでしょう。なあ、それなら死んでる俺ならどうなんだ。なるほど、この者の魂はくくり姫が与えたもの、普通の生命が持つ魂とは全く異質の存在です。人間でも妖怪でもない不安定な存在ならば、憎悪に溶けることもなく動くこともできるでしょう。だったら俺があの中に入って支援のやつを叩き倒してやる。いつけ、
何を言っているんだ、死んでるからってそんなこと。いや、ジンの魔導鏡を持つお前ならその輝きでシエン様を照らし出せるかもしれん。失敗すればお前の憎悪は中に封じ込められる。そうなればお前の魂は生まれ変わることもできず永遠に苦しみ続けるのだぞ。いいさ、覚悟はもう決まっている。大切な人を救うためなら俺は魂だって惜しくない。おい、シン、耐え。俺は、これはよ、俺の役目なんだ。安心しろ、ただで消えたりなんかしねえ。絶対に戻ってきてやる。分かった、イツキ、絶対負けんなよ。イツキ頑張って。やばい、待て、一人で行くな。絶対弱い、お前弱い。パワーアップしてからにして、せめて。せめてパワーアップしてからにして。今こそが王が滅びる時だ。おやいやいやいや、あの姿はもしや黒き太陽だと。伝承の悪しき存在がなぜここに。そんな、空泣き、嘘でしょ。なんでこんな世界に。お前たちにできることが私にもできるはずがなかろう。私はこの世の生命全ての頂点に立つ存在、世界を超えることすら可能なのだ。そんなあいつも世界を超えられるなんて。ほう、お前たちはわざわざ過去に戻りエンマを救いに来たということか。よくぞその考えに至ったものだ。だがお前たちにエンマを救うことはできん。なぜなら未来のエンマにつながる魂は今ここで私が消滅させるから。エンマ様につながる魂？そんな、まさか支援がエンマ様の絆をつなぐものなの？分かったところでお前たちに何もできんまい。あの絶望に飲まれ。マジかーい。素晴らしい、人間と妖怪の憎悪があふれてくる。なんとまがまがしい力だ。戦えるの？支援の魂を消し去るより先にこの力でお前たちを滅ぼすものもあってない。来い、愚かな人間どもよ、我が力にひれ伏すがいい。なぬ、え、これラスボスじゃねえの？あれ、第何章だろ。私が終わらせてやる。ちょ、待ち、どうしよう、どうしよう。まあ、いっか。おっとっと、なんかすごいすごいすごい。おっとっと。いや、効かな、効かなさすぎる。めまいが。ちょっとこの手からやりたい。ラスボスじゃねえこれ。よ、あ、え、考えてた隙に終わったぞ。3とかしか食らわないんだけど。だから言ったではないか、お前たちに何もできやしないのだ。さあ、支援よ、私の中で朽ち果てるがいい。うわー、何、どうしたの。あの少年、イツキの心が輝きだ。イツキの、なんと、さよう、あの少年も空泣きの中で戦っておるのだ。こしゃくな、小僧の霊ごときに邪魔はさせん。イツキ、急ぐのだ、妖怪探偵団よ。イツキの心をその魔導鏡で導くがよい。なになになに、
なぬ、いつきってエンマ様の。なんだこの邪気がみたいな。ヤシヤエンマミカド。あれはイツキなの？それとも。俺はイツキでもあり、シエンでもあるぞ。何融合したの？ヤシヤエンマだ。え？支援の中に眠る良き心ってやつが、イツキとしての俺の心と結びついたのさ。人と妖怪、二つの存在が一つになった。それが今の俺だ。やってるスマホゲーで、ヒモパパ、ヒモママが見かけるのですか？違いますよね。違う違う。誰だそれは。ティモファティモママ違うよ。うちのお父さんとお母さんゲーマーじゃないよ。うちのお父さんはジャッキーチェンに似てるし、うちのお母さんはなんだっけ、松田聖子に似てるから全然違うよ。あとゲーム音痴、魔導鏡使いどもへ余計な真似をしよって。ちなみにお母さんは花を集めるのが好きで、お父さんは釣りに行くのが好きみたいな。消えてもらうぞ。さあ空抜き、奪われた魂、未来の平和も一切合切返してもらうぜ。ヤシャエンマ参る。強そう。これラスボスなのかな。マジか。どうしよう。300食らわせる。今です、今です。おっと、やめろ。動きが鈍い。いや、そっちはダメ。いや、固まっちゃった。危ねえ。お届けに参りました。なんでベイマだ。ちょっと待って、ちょっと待って。なんでベイマ。ベイ、ほらよ。なんでベイマ。はっ、やっ。待て、腕、待て。声が焼けてしまいそうになって危なかった。全然違う人だよ。多分父さん母さん、ティモっていう名前知らないと思う。おい、いつまでそこにいる。早く逃げるんだ。クソ強え、こいつ。何言ってるんだ、イツキ。一緒に戦うに決まってるだろ。俺たちみんなで妖怪探偵団でしょ。力を合わせてあいつを倒そう。みんなの力を自らの力にか。
エンマ大王の言葉通りってわけだ。よし、ここからはみんなで戦うぞ。東海探偵。よし、ボコソボコソ。行くぜ。危ねえ危ねえ、こいつ弱い、こいつ弱い弱い。メンバー交換。トーマ死にかけやんな。おにぎりにしよう。バトンタッチ。やばい、おにぎり死ぬな。よっしゃ、あれは空泣きに取り込まれた魂だ。恐怖や恨みから解放され、皆元の体へと戻る。妖怪探偵団よ、なんと礼を言うべきか。お前たちは人間の魂だけでなく、我が息子をも闇から救ってくれた。エンマを救うためにやってきたというお前たちの言葉、それは誠のものであったな。ああ、こいつらがいなければ俺は戻れなかった。それと親父、すまなかった。あんたの言う真の王ってやつがどういうものか、俺はようやく分かった気がするよ。シエンよ、我が息子よ。リツキ、どうやらくくり姫に貸してもらった命を返す時が来たみたいだな。お前の魂は生まれ変わりの流れに取り込まれ、また新たな生を受けることになる。そんな、せっかく戻ってきたのに、一緒に桜本町に帰ろうよ、一義。悪いな。けど、姉ちゃんがあの町に戻ってきたんなら、俺
俺はそれで十分だ。でももうお別れなんて悲しい。エンマになって未来を救うってお前らに約束したからな。いつき、離れてても俺たちはずっと友達だよな。ああ、俺たちは永遠に友達だ。タダポおはよう。未来で待ってるぜ。じゃあな、親友。はあ、いつきはどこ行った？行っちゃった。妖怪探偵団よ、あの魂は今再び新たな生を受けるため旅立っていった。生まれ変わるまでにどれだけ年月がかかるかは誰にも知ることはできない。だが、あの者はきっとお前たちの約束を果たすために戻ってくるだろう。大王様。シエリア、次に生まれる時こそ真の王になるのだぞ。悲しい。いつきのウォッチちょっと見たかったんだけどな。いつきは絶対にここに来るよ。お前はきっと戻ってくる。そうだ。よう、久しぶりだな。なる。ずいぶん待たせちまったな、親友。え？いや、お前にとっては一瞬だったか。いつき、なんだな。ああ、戻ってきたぜ。すごいでみす。エンマ様大復活です。でもいつきだけどエンマ様でなんか混乱するにゃん。どっちでも好きな方で呼べばいいさ。お前たちが俺の魂を救ってくれたこと、俺は忘れずにここまでやってきた。ありがとうな、妖怪探偵団。気にすんなって、俺たち友達だろ。ああ、お前たちが正しい歴史を取り戻したことで俺は無事に復活ができた。だがすまない、奴が復活したという事実はどんな手を尽くしても変えられなかった。ソラナキはまだ生きている。え？あ、まだ続くのか。マリーちゃんお帰り。奴はエンマ武道会で敗北した後、世界を超える力で他の世界に逃げ延びたのだ。そんな、せっかく倒したのにそんなのってありなの？ちくしょう。そう、どう考えても俺たち勝ち目がないじゃないか。何を弱気になってるんだ。今ここに妖怪探偵団が揃った。これほど困難に強いチームは他にはないと思うがな。うん。探偵団に完結できない事件なんてないでしょ。自信を持とうよ、おにぎり団長。ありがとな。そうだな、まだ諦めるには早い。俺たちの力がソラナキを見つけてやらないとな。よかった、ラスボスじゃなかった。もう終わったのかと思った、このゲーム。エンマ、今はソラナキはどこにいるの？俺たちも一緒に戦うよ。ああ、ソラナキがいる場所、それは今この時代の妖魔界だ。何ですと？奴はエーマ武道会で大量の魂を失った後、新たな力を求めて再びこの時代に戻ったのだ。今はぬらりとカイラが食い止めているが、急がねば妖魔界の全てが奴に支配されるである。そんなことを絶対にさせない。よし、俺たちの手で妖魔界を救おう。夏目、ティモ。
ありがとな。いつき、一緒にソロナキを倒そう。そうだな。そうだな、親友とかや。城之内くんみたいや。よかった。あれと思ったんだよね。第10章まであるはずなのに。おりゅーみたいな。ああ。よく来てくれた、ぬらりかいら。早速だが、妖魔界の状況が知りたい。これまで空泣きと戦いについて報告を頼む。はい。過去の閻魔武道会で力を使い果たした空泣きは再び時空を超え、この時間に、この時代に妖魔界に出現しました。空泣きウイルスで多くの妖怪を神魔化させ、街を混乱させた後、閻魔宮殿の上空に移動。現在は我らが集めた傭兵混戦中です。ほう。ああ、今は風神雷神に戦いを指揮を任せている。しかし町にはまだ戦えぬ者が残されている状況。ええ、フクロウに魔除けの結界を守らせているが、奴の妖力ではどこまで持つか。今すぐみんなを助けないと。カイラさんは私たちを妖魔界に連れてって。いや、それは断じて許さぬ。どうして俺たちだって戦えるのに。はあ、今は妖魔界は空泣きウイルスに満ちた危険な世界と化している。人間であるお前たちにとっては猛毒に等しいんだ。決して耐えることはできん。お願いします。でもこのままでは人間界でじっとしているなんて私にはできません。何か策あるのか、カイル。うん。無論、我々がここに来たのはお前たちに泣き言で聞かせるためではない。災いの予言書で記された伝説の持ち使い中。新たな力を手に入れる時が来たぞ。何？どんな力？第10章。僕らは同じ空を見上げている。わっ、これラストやん。大事に大事に進めよう。新たな力？カエル様、それは一体。そう、伝説のお使いであるお前たち一人一人に宿る真の力。うん。降りかかる災いを退けし、退け呪いを打ち払う覇者の力。なんじゃそりゃ。タイトル回収来たね。この力さえあればお前たちは空泣きウイルスの影響を受けずに済む。なるほど。空泣きウイルスに対抗するワクチンってことか。うん。なんかバイオハザードみたいな。考え方としてはそのようなものだ。ハジャは、ハジャの力は持ち使いであるお前たちがそれぞれの力に共鳴し合って生まれるもの。一度、鬼姫として目覚めた夏目には、ハジャの力が宿りし始めているよ。ああ。他の5人はそれぞれに力を得るために試練を乗り越えられなければならん。でもそんなすごい力は俺にあるのかな。俺普通の小学生なんですけど。ね、普通とか特別とか関係ないよ。私はみんなを助けたい。ケイちゃん。よし、俺も頑張る。みんなで一緒に力を手に入れよう。決心はついたようだ。覇者の力の試練を受けるがよい。エンマ様、この者たちを見守ってください。我々は妖魔界へ戻ります。いや、次は俺が向かう。妖魔界行き、元大王としては放っておけん。市街地の結界を強化しておう。ぬらりよ、お前はしばし休んでおくがいい。エンマ様。承知いたしました、エンマ様。必ずこの者たちを妖魔界へ送り届けてみます。じゃあな。お前たちとは一旦お別れだ。一足先に妖魔界へ行ってるぜ。うん。頑張ってね、エンマ。カイラ様、俺たち急いで力を手に入れるから。試練にはそれぞれの持ち使いを導く者がいるようだ。お前たちのそれぞれ元の世界へ戻ってみるがよい。導く者はそこで待っている。頼んだぞ。5つの試練、お前たちならきっと乗り越えられる。信じているぞ、妖怪探偵団。
ふむふむ、キークエか。よーし。ん？チョコボン先輩。ダディ。ボーイ頑張れ、チョコボ食って強くなれたぜ。あ、トーマじゃねえか、お前もチョコボを食べるか。うまいぞ。いやー、僕はいいかな。ちょっとボーイに話があってさ。もしかしてあれか、覇者の力とかいうやつ。そう、その力の支援ってことで来たんだ。やはりボーイが俺の支援の導いてくれるんだね。支援なんだけどさ、俺様的にはやんなくていいと思うぜ。俺様がいればその泣きなんてぶっ倒せるから必要ねえって。待て待て、そんなはずがあるか、アホめ。おお、出た。よーベイちゃん。トーマはお前の試練ってのはズバリ最強の剣舞魔人不動明王を目させることだ。批評員もできない小僧に状態じゃこいつを最強だって呼べねえことよ。だから批評衣装官なんかできなくても俺様イケイケの最強だっつうのなあ。トーマもそう思うだろ。試練なんて必要ない。いや、不動明王、僕からも頼むよ。僕が最後に不動明王を憑依させた時、君は全ての力を使って僕を守ってくれた。だから今度は君に、今度は僕に君の力を取り戻させてくれ。一緒に試練を超えよう、不動明王、そして最強の超える力を手に入れよう。トーマ、いいぜ。そんなこと言われたら俺様だってやる気出すしかねえじゃんかよ。やっとその気になりやがったか。じゃあ俺たちも手伝うとするかね。最強を超えるつもりならお前たちが全力で戦える相手が必要だ。そうだったら本気を引き出すにはより多くの力が必要ならば、いいだろう。我ら全員で相手になろう。うん、不動明王、そしてトーマ、最強の力とやらが我らが引き出してやろうではないか。何時ら二人がかかってくるといい。いつでも相手してやる。なるほど、難しそうだな。なるほど、なるほど。ちょっと待てよ。よーブラザー、良い知らせと悪い知らせがある。どっちから聞きたい？ノンレーツコネショー。よーブラザー、レッツトレジャー。レッツトレジャー。ちょっとおババアの試練も受けなきゃな。いけるはず。急な戦いになった。強い。Get it done!
不要。この人たちやるじゃないか。ドンドロを元気にしてやるとは想像以上に大変だったぜ。ドンドロの世話はゴリゴリだ。だから最初に言っちゃうだろうが、何が起きるかわからんと。でも元気になってよかったね。おや、ドンドロのやつ、お主のことが気に入ったようじゃ。そう言わず可愛がってくれ。ほらよく見ると可愛い顔してるぞ。ドンドロはしばらくこの屋敷に残るようじゃ。たまに顔出して遊んでいるといい。やった。でババ様、よし、ちょ邪魔。ババ様の試練を。ハジャーの試練を導く者はその試練を乗り越える者にのみ答えるもの。妻ではわしがお主を導くことができぬ。おにぎりと話をさせておくれ。おにぎり？はい。おにぎりをわしの言いたいことがわかるか。ハジャの試練だね。なんとなくおばばが導くものだって気がしたんだ。うむ、さすがわしの孫じゃ。この人夏で妖術をぐんと成長させたの。さて本題に入るぞ。お主の試練はこの桜本町に残る最も清き幻獣、逸話に関するものじゃ。最も清き幻獣、いかにも。さあよう、この町に清き流れ辰巳川にまつわる幻獣の伝説じゃ。桁書き者、無限の心を知る者よ。荒ぶる神を鎮めとき、何時もとも清き心を得るであろう。これが試練を受ける者に残された遥か古代からのメッセージじゃ。無限の心、つまり幻獣の力を借りて戦うお主こそこの試練に打つべき、受けるべきものなのじゃ。その荒ぶる神ってどういうこと？戦うのか俺の試練ってことなのか？それは試練を受ける者自ら確かめるべきであろうな。よし、どんな試練だってどんと来いだ。何だって乗り越えてやるさ。うむ、よし、良い心構えじゃ。おにぎりよ、辰巳川へ向かうがよい。そこでお主はもう一人導く者と出会うはずだ。ほう、クエスト確認。強そう。じゃあね、配信外でちょっとストーリーではないので、このキークエストは全部やっとこう。私がで、またメインミッションになったら配信あげます。まあ次がラストだろうね。でまだ妖怪ウォッチが S ランクになってないから、それもどうかと思うけど、まあそんな感じで。でちょっとお昼からは、晴れてれば、このまま晴れてればボム会長とお散歩配信にしようかな。ね、たまにはデート行こっか。ね。たまにはデート行って、今日は、ひき肉買ってくるか。ね、ラスト楽しみだね。ちょっとね、サブクエ長そうだから、ちょっと一人でやっておくわ。お昼はちょっと動画配信になります。では、またね、おつんつん、ありがとう。